十輪寺は、京都市西京区大原の小塩町にある、天台宗の寺院。三号は、小塩山。京都落成、観音霊場第三番札所。平安初期の家人で六河川の一人有原の成平が、晩年この寺に陰性したと伝わることから、成平寺とも称され、中庭に植えられている、樹齢、約200年の成平桜でも知られる。寺三門寺は、 京都市西京区の西部、落西と呼ばれる地域の大原野にある小塩山の、ふもとに広がる里に位置し、長岡京線都の頃から、皇族や貴族が大原野で高狩りをし、優雅に楽しんできたと言われる。通称で、成平寺と呼ばれ、平安初期の家人で六河川の一人有原の成平が、晩年この寺に陰性したと自伝にあり、境内裏山で、 有原の成平が、塩焼きの風情を楽しんだとされる塩釜の旧跡があり、また有原の成平の墓とされる、宝凶院島がある。また、中庭に樹齢が、約200年のしだれ桜、成平桜があることでも知られる。秋の十輪寺、門徳天皇の五皇。 ソメドの皇后の四次誕生を祈願し、850年、伝行大施作の延命地蔵を安置したのが、誇りと伝わる、天台宗の古刹。祈願後、これ人新王が誕生したことから、門徳天皇直願書となる。その後、応仁の乱の陛下で創建当時の伽藍は消失し、荒廃したが、藤原氏の公家、加山の院家の菩提寺となり、漢文年間に、 加山の院貞吉により再興され、さらに加山の院津屋宮火により道具が整備され現在に至っている。伝行大施策の延命地蔵菩薩。等身大木造の座像で延命地蔵菩薩の腹部に巻かれた腹帯で染戸の皇后が安算されたことにより腹帯地蔵村と称し、今も小佐漬けや安算の推計がある。秘仏で 毎年8月23日にご開庁される。京都府指定文化財 JR 東海道本線で、京都駅より約7分、向町駅でおり、阪急バス66系統で約30分、腰をバス停下車すぐ。バスの本数が少なく注意が必要。ありがとうございます。